けんなよ。いった、何すんの。ダメだ、巻き戻そう。アリッサとはもっと仲良くなれそうだな。アリッサ、そこどいて。ああ、別にいいけど。やっとちゃんと人助けができた。こういうのがしたかったんだ。マックス、おかげで助かったよ。ありがとね。よかった、反射神経いいね。まあね、子供の頃からこういうの慣れてるから。相手にしないことだよ。危なかったね。これだから脳筋男は。ボルテックスクラブのメンバーにはこんなことしないくせに。くだらないクラブだよ。だよね。今度ゆっくり話そうよ。今はこの中身空っぽの小説読まなきゃ。ほんとありがとね。じゃあまた。カルマっていうのはこういうこと。最低な男じゃなかったら同情したかもしれない。ジュリエット、かわいそう。あっち行ってろよ。インタビューはお断りだ。いいか、俺は生徒のことは何もかも把握しているんだ。黙っていないで何とか言え。何のことかわかりません。ちょっと、もうやめてください。なんだお前は。仕事の邪魔をしないでもらいたい。生徒を怒鳴りつけ、いじめることが仕事なんですか。なんだと。人聞きの悪いことを言うな。安全を守るためだ。嘘ばっかり。お前も要注意だな。このことはよく覚えておく。マックス、ありがとう。やっと追い払えたよ。もう行かなきゃいけないんだけど、本当に感謝してるから。気にしないで。ケイトを助けられて日常ヒーロー気分だけど、鬼警備に目をつけられた気がする。戻って見て見ぬふりすべき。割って入ってよかった。ああいうのは許せない。どうしてよ。ザックもビクトリアもなんでこんなことするの。ジュリエットはまだザックとビクトリアのことで動揺してる。ジュリエット、大丈夫？ああ、マックス、ごめん、まだちょっと動揺してて。ザックのことあんな風に知ったらショックだよね。本当にひどいよ。気づけただけよかったよ。これでビクトリアも陰で笑ってられないでしょ。ザックとは話せた？あのバカ、救いようがないくらい完全に腐ってる。エロチャットはジョークだって言い張って。バカじゃないの。なんかウォーレンが呼んでるけど。ああ、うん、あまり気を落とさないようにね。それじゃあまたね。
じゃあそっとしとくね。ウォーレンが待ちくたびれてるからもう行くよ。それじゃ早くまたザックとビクトリアと一緒にパーティーで遊ぶのが待ち遠しいよ。あ、うん、そうだね。それじゃあまたね。ポスターを貼って回ってる人、本気だな。あの犬、おとなしく寝てるけど、近づきすぎたらダメ。指で何か描きたくなるくらいの埃。拭いてってかけなきゃ汚れてるとは言わない。アルカディアベイの駐車場を取って連作にできるかも。新しい監視システム？嫌な予感。マックス、こっちこっち。ウォーレン、いたいた。本当に中古車買ったの？マックス待ってたよ。はい、これありがとう。ああ、うん、車買ったんだ。いいね、レトロな感じで。78年製だよ。これでどっか行こうよ。ニューバーグのドライブインシアターとか。ほんと古いもの好きだね。まあ私もだけど。どうしたの？今日はなんかすごくいろいろあって。ビクトリアが顔にペンキ浴びたんだって。写真があったら金払ってでも見るのに。言ってくれれば撮ったのに。ネットで資金を募ってみたら、みんな喜んで出資する。そうかもね。でもビクトリアも私の写真削除してくれたからよかったよ。その話はしたくない。なんだよ、やけにピリピリしてんだな。茶化さないで、そういう気分じゃないの。そういや、ダニエルが君を描いたスケッチを見たよ。悪くないけど、俺ならもっとうまく描けたね。絵描けるの？科学専門で芸術は興味ないのかと。芸術は科学なり、音楽も数学さ。ホーキング博士はピカソに匹敵する芸術家だ。へえ、絵を描くときはパソコン使うの？もちろん。マックスの自撮り写真も加工してかっこよくできるよ。面白そう。お願いしようかな。ダニエルもうアップしてくれたんだ。嬉しい。よかったじゃん。これでダニエルのモデルクラブの一員だな。そのうちウォーレンにも声がかかるって。そりゃ楽しみだね。だからやきもち焼かないで。USB に入れてあった映画見てくれた？ごめん、勉強とかいろいろ忙しくて時間なくて。1年ぐらい貸してたのに。1週間でしょ。タイトルだけは全部チェックしたよ。うん、見たよ。アキラとかトワイライトゾーンとか今改めて見るとすごく深くて面白かった。俺は既成概念にとらわれないポップカルチャー通だからね。ものは言いようだね。ちょっと待って、食人族見てないの？見るわけないでしょ。これ以上人格歪んだら困るよ。俺は大笑いだったよ。どうなのそれ。見たよ。
それよりチープなヴァンパイア映画の方がげんなりした。エモいヴァンパイアの良さがわからないとはね。どうなのそれ。そんな言い方されると傷つくじゃん。そういうつもりじゃないよ。大丈夫、ウォーレンの頭とセンスの良さは分かってるから。そいつはどうも。きっと他の子も。ファスタープシーキャット代々まで持ってるなんて。あの監督はモノクロ映画の天才だよ。巨乳もやばいしね。普通女子相手にそういうこと言う？ごめんごめん。なんで？なんとなくタイプじゃないって言われてる気がして。何それ、どんな思考回路してるのよ。ごめんごめん。そうそう、今週末さ、俺の車で一緒に映画でも見に行かない？それどころじゃないかな。ねえ聞いてくれる？聞いてくれるだけでいいから。ウォーレン・グラハム先生に話してみな。悩みがあるなら何でも相談乗るよ。遠慮しないで。その前にお願い、誰にも言わないでね。ネットに書くのもなし。当たり前だろ。大丈夫、話してよ。できれば話したくない。今日は信じられないことばっかで、私本気で変になったんじゃないかって思うぐらい。俺人の話聞くのは結構得意だよ。その前にお願い、誰にも言わないでね。ネットに書くのもなし。当たり前だろ。大丈夫、話してよ。今日ね、ジェファソン先生の授業中に本当ありえない体験をしたの。未だに信じられない。ウォーレンは映画みたいにリアルな夢って見たことある？マックス・コールフィールドだな。お前ジェファソンの取り巻きだろ。授業なら受けてるけど。同じことだ。写真を撮ったな。お前女子トイレに隠れてただろ。てめえ校長に何を吹き込んだ？言え。さっさと答えろ。何の話？よそ者だからって知らねえふりしてんじゃねえぞ。もともとこの町出身だよ。なら知ってるだろ。この町はプレスコット家のもんだ。じゃあ私になんか構ってる暇ないね。さっさと答えろ。銃を持ってる生徒がいるってだけ。俺が持ってたの間違いだろ。おかげで呼び出し食らった。お説教されたのがそんなに不満？俺は誰の説教も聞かない。誰の指図も受けない。姉さん、あなた普通じゃないよ。生意気な口を聞くな。余裕かましやがって。人の心配してる場合か。下がりなさいよ姉さん。てめえ俺に指図する気か。いい加減にしろよ。警察呼ぶよ。やってみろ。警察は俺の味方だ。いい加減にしろよ。ちょっとやめてよ。俺に指図するんじゃねえ。親も校長もお前も全員黙れ。マックス、クロエ。ふざけるな。またお前か。逃げろ、早く行け。早く乗って。おい、てめえら、どこ行くつもりだ。逃げられると思うなよ。ただじゃおかねえからな。なんなの、あのネイサン・プレスコットってやつ。シャレになんない。もう勘弁してほしい。こら、ありがとう。5年経っても相変わらずだな。そんな顔すんな、久々に会えたんだし。ほんと、会えて嬉しいよ。それからありがとね。今日はいろんなことがありすぎて。私も同じだよ。で、さっきのは何？
さ、でもあれプレスコット家の子だよね。バカ息子な。あの男子やるじゃん。なんでもないよ。ねえ、ネイさんとは知り合いなの？ここらじゃ有名なクズだよ。もう一人の子は知り合い？ウォーレンね。借りを作っちゃったな。借りは面倒だぞ。トラブルまで起こして。静かな街だから帰ってきたのに全然落ち着かない。シアトルは肌に合わなかったんだ。そうなのかも。楽しかったけど地元から離れてちょっと寂しかった。都会の方が好きそうだけど。そっちこそどこの不良パンク少女かと思った。減らず口は変わらずか。そうでしょ。ううん、アーティストが集まる明るい大都市って感じで、いい写真がいっぱい撮れたよ。残念だったな、ど田舎のアルカディアに戻るなんて。でもクロエに会えた。帰ってきたのはブラックウェルに通うためだろ。ジェファソン先生の授業を受けたかっただけ。90年代に活躍した有名な写真家なんだ。要は落ちぶれたんだろ。まあ何でもいい。写真の授業で有名な学校だし、マーク・ジェファソン先生に教えてもらえるんだよ。つまり私のために戻ってきたわけじゃないと。クロエとも会いたかったんだよ。どうかな。5年間音沙汰もなかったんだ。連絡したかったよ。でも急な引っ越しでバタバタして。よく言うよ、電話くらいできただろ。厳しいな。ごめん、クロエも大変だったんだよね。いなかったくせに何がわかんの。私だって好きで引っ越したわけじゃないんだよ。仕方ないでしょ、私だっていろいろあったんだよ。そんな理由で私と縁切ったわけ？そんなんじゃないってば。嘘だね。シアトルで新しい友達作る気だったんだろ。厳しいな。戻ってきて1ヶ月も連絡よこさなかった言い訳は？学校に慣れようと必死だったの。内気な自分はもう嫌で、連絡したいと思ってたよ。ジェファソンにはそんな見え透いた嘘つかないだろ。ちゃってるよ。子供みたいに泣くなよ。泣いてなんかない。でもこのカメラどうしよう、困ったな。うちのクソ親父の工具使えば修理できんじゃない？専用の工具がいるんだけど。そりゃ失礼。でもガレージの中にはいろいろあるから、とりあえず見てみな。決まりだな。